どうもルントです。どうもルントですブーです。どうもルントです。で今回の企画は、はい、ジェットコースター貸し切って安産できるまで帰ろうです。やった悪いですねこれ、はい、というわけで今回はなんと三重県にあるパルケスパーニャさんに協力をいただいて、はい、この企画ねやらせてもらってます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。このピルネーっていうねあのジェットコースターで、はい、問題が出されるんで、これ全長1234メートル、全長長っ、で時速100キロらしい、時速100キロらしいですよ。えぐいでほんまに、えぐいでほんまに。それをこのね1月というクソ寒い中であのそもそも具体的なルール言うと、難しい問題が3点、標準が2点、簡単が1点で設定されてて、はいはい、3点取ったら勝ちっていう。あ、勝ったら、いやそれは3点取った人から降りれます。帰れるんですか。帰れる。だから要は逆に言うと3点取らなければ一生行かないといけないっていう、そういうルール。この寒さですか。え、まあ、俺逆になんでルートとかそんな薄着なん。俺お前ら脂肪まとってない。ミートテックってことそれはうまいわ。ミートテクノロジーやからなお前は。とりあえずねもう何問か正解できるまで終われへんというね。はい、そういうことですね。もうこんな企画やろうと思ってるやつマジでほんま全人類多分初やと思うんで。そもそも成り立つかどうかっていうね。そもそもそう検証企画にしたいこれは。逆に言うとこれができるようになれば、うん、みんなの受験生もテーマパークでも勉強できるっていうのが証明できるかもしれない。実はここでも勉強できる。大丈夫、母さんジェットコースターで俺暗算できるから。はい、というわけでやっていきたいと思います。めがねまぜまぜ太陽と一緒。分からへん。何今の。あー動き出した。俺まずそもそもあのぶら下がりしちゃいます。位置エネルギー貯めてからの、はい、運動エネルギーに変わっていく。はい、忘れます。絶対無理、絶対。時間が1分半ぐらいかな。いや、言うてしかも普通に暗算するだけでも結構短い時間やけど。短い時間やそもそもさあ、行くぞ。苦手ないな。固定される苦手なんですよね。暗算得意やから、俺。暗算得意や。鼻水拡大するのやめろってマジで。じゃあということで第1問いきますか。はい、最初は簡単な問題からいきます。おおチャンスやん。取ったら1点。我々の手に問題が貼り付けられてるんですよね。はい、じゃあここに問題文が入ります。ここに問題文が貼り付けられて、これを登ってる時はまあ見ることは可能。そう、はい、じゃあ早速いきますね。はい、はい、第1問。はい、はい、A1 イコール1、AN イコール AN 引く1足す A2N 引く1とする。 AN を求めよ。はい、やばい、ちょっと待って、正解好きやってくれ。これ違う。これ違う。 AN 引く1、ちょっと解き方出てます。だ、2イコール2、4、4。超やばい、もう問題読む時間ない。アホやな。無理やろ。やばい、解き方そもそも知らない。これ何ちょっと待って、わからん。これただ、やばい、キーカン切れ。X の2乗イコール。
ちょ、マジでやばいこれ、マジでこれマジでやばいこれ、これこれこれ、こんなコースやばい。いや、これほんまきついぞ、これほんまに。いや、きつい。ちなみにジェットコースターとしてはめっちゃきつい。答え発表お願いします。せーの、ドン。はい、 n イコール2の n 乗引く1、 n イコール n の2乗、 n イコール n の2乗、 n イコール n 引く1、 2乗プラス1。あれ、これ天下さんと僕一緒っすね。俺とサルで一緒。来てます、来てます。これボケたぞ俺。答えは n イコール n の2乗。おー、いや、すごいな。いや、普通にすごくない。あ、これ会社数列やってなって、 AN イコール AN 引く1ってなってたから、やりやすいように N 足す1した、全部。ああ、そうで、 2N 足す1になるから、それを会社数列やった。僕はもう1234ぐらいまで調べて分かりました。すごい。体調大丈夫です、体調大丈夫です。あの、体調悪い、体調悪い体調悪い。あの、俺文明が追いついてへん、お前に。やばいやばい。俺さ生存欲求が勝ってるんやけど今俺だって今俺生存権発動してたもん今。次の問題いきます。標準問題、2点の問題です。これクリアしたら、これクリアしたら降りていいってこと。降りていいです。はい、やばいっすよ。じゃあ待ってや。問題、 FX イコール X 分のログ X を2回微分せよ。なんで2回やねん。2回なんで2回やねん。待って、微分やろ。そうだよ、そうだよ、そうだよ。ちょ、やばい、またやん。記憶だけある、記憶だけある。記憶を消すだ。X+4-X分の4。 X4 乗分のマイナス 3X プラス 2X ログ X。 つまり、え、つまり、つまり、まあまあここまでにした。ここまでで、はい、約分できます。これはちなみに約分できるけどしてないよね。してない。あ、そんまや。俺も俺もや、 X4 乗分のマイナス X プラス 2X かっこ1引くログ X。 X3 乗分のマイナス3プラス2ログ X。 待って、そうなこと言った。約分してるバージョン。俺の X は約分してるバージョン。え、これ正解やったらマジで。さあ、じゃあいきます。答えは X3 乗分の2ログ X マイナス3。うすごい、すごい、すげえ。で、俺降りれたんに。鼻を鼻をさ、元気エレエレにする顔してる。やばい、元気に見えるかこれお前。いや、こっちからは顔見えんから。頂上系の全てが活動というやつです。初級問題。初級、初級1点です。粗い水平の床に質量 M のブラーと質量 M、 スモール M の静止物付けるが見えたので、静止物付けるが静止物付けるが静止物付けるが KD イコール、あ、KD イコールニュー、 KD イコールニューゼロ G。 さあ、俺はこの企画。これやばいっす、これ。ルンド大丈夫？D イコール K 分のミューゼロ MG。 K 分のミューゼロ MG ラージ M。 K 分のミューゼロラージ MG。 K 分のミューゼロラージ MG。 ほら。ということで正解は K 分のミュー、やったー、 MG、 MG。 全正解、全正解でーす。ルンド脱出成功。やったー、おめでとう、ルンド。休憩でもいいよ。10分ぐらい休憩しましょう。あの、これエグいわ、ほんまに。お前何してんねん、お前。
ほんまやばいこれ。大丈夫？やばい、ほんまやばいこれ、ほんまや。もうなんなん YouTuber ってマジで。問題です。お願いします。分子式が C4HNO2 で表される化合物 10mg を完全燃焼させたところ、二酸化炭素 22mg が生成した。 N を求めよ。すげえ。はい、なるほど。はい、スタート。来ました、頑張れー。はい、ここ問題ローディング中です。今度 C4HNO44 が16、32で44で12やから半分 0.5 やから、マジでここが勝負ポイントですよ。ここで解放をね、思いつけるかどうかがもう本当勝負の分かれ目です。だから2分の1の6ミリグラムですよ。4.6ミリグラム。はい、全部忘れました。うわー、やばい。はい、全部。10、12、6。マジ頼む。今回の答えは N イコール0。やったー、やったー。天狗さん脱出成功。やったー、やったー。やぶねー。あ、しばらく YouTube ちょっとほんまそっとしとこ、そっとしとこ自分を。わあ、次こそ。次のライドは、簡単な問題です。じゃあ俺これ正解したらクリア。そうですね。銅は天然で2種類の安定同位体が存在する。その存在比を 63Cu が 70%、 65Cu が 30% として銅の原子量を求めよ。うわー、ちょっと嫌ねんけどこれ。これはでもまあ確かにまだ式は分かると。さあ、じゃあスタート。100×63×0.9 は100×63×0.9 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 は100
なんで俺さっきクリアしたのにもう一回乗らなあかんの。まだ生きてる生きてる生きてる。今天国から戦ってみよう。今俺天国の魂がリモートコントロールで今ズームで今操作してるから俺のこと今次の難易度は標準問題です。標準で E の E のパイ上場とパイのパイの E 上場の大小を比較せよ。なんでやねん。実質2択っすわ。なんでやねんすぎる。なんでやねんすぎる問題やね。これ誰が知りたいんすよ。どっちか分からん。それどころじゃない。それどころじゃないわこれマジで。 E の E の π 乗乗 X の X 乗って置くやつやな。 X の X 乗やから対数微分して E の π 乗の方がでかいってことは知ってます。それも知ってる俺。たぶん E の方がでかいんちゃうかこれ。もうええわこれ。何回もやったよこの下り。うわー怖え。論理的に不明。論理的に全くわからんかった。これ花尾さん大逆転ありますよ。論理的に全くわからんかったよこれ。でも2択やから。そうやんな。それでは回答発表お願いします。せーの、せーの、でE の E の π 乗。お？その π の π の E 乗。どっちがね。はい、わかりました。二人とも回答違うっていう。喋ってない。これが合ってる方が脱出成功と。大きい方は
いい上場です。アナウンサー全力回避。もう無理やって。もやだーかよ。アナウンサー脱出成功。もうそんなんさ、だってこれ論理的なことは無理や。そんなん僕はこれからも残留し続けますけど、皆さんは受験勉強頑張ってください。ということで今日の花尾殿下以上です。さようなら。花尾はもういません。医務室に行きました。待って、なんかもう灰になってる。